今回は下ネタではありません。お疲れ様です、ムービンです。今回も近況報告していきましょう。まあ近況報告っていうか、最近あったことから話題を広げるだけなんですけど、皆さん軽減税率って知ってますか？なんか食べ物を持って帰ろうとした時に 8% になるよってやつですね。であれってまあいろんな食べ物が対象になってるんですけど、柚子についての税率をどうするかってなった時に一悶着あったらしくて、え、柚子湯ってあるじゃないですか、お風呂の。それに使う場合の柚子って食べ物判定というか、どっちかっていうと道具判定なので 10% じゃないですか。いや、柚子の大半の疲れ方は薬味だから、まあ、パーセンテージから見るに、まあ、食べる用途の方が多いよね。つまり 8%。 お前らさ、屁理屈大会じゃねえんだから。お前そんなこと言い出したらあれよ、ムービー、まあ、つまり米なんて仏壇にお供えすることがあるじゃないですか、お米って。でそれで食べる人ってもうね、他界されてる方なので、天国にいらっしゃる、つまり海外に移住されてらっしゃるということで、彼ら彼女らには免税するべきではっていう考え方から、米の消費税 0% っていう意見が通りますけど、いいんですか？それでいいんですか？まあ意見は通らないわな。でも出るだけは出せるっていうことを考えるとウケるなと思って。意味わかんないかもしんないけど、でもまあへりくつ言うの楽しいよね。嫌な大人になっちまったな。お疲れ様でした。